SMBC 日本シリーズ2024は30日、水穂ペーペードームで第4戦が行われ、26年ぶり3度目の日本一を目指す d n a が、4年ぶり12度目のシリーズ制覇を狙うソフトバンクを5対0で破って2連勝し、対戦成績を2勝2敗の5分に戻した。d n a は4回にオースティンのソロ本塁打で先制。7回は宮崎のソロと桑原の2点に塁打。 オースティンの敵地打で4点を加えた。先発系の7回4安打無失点の回答から無失点リレーを見せた。ソフトバンクは9エンジンが崩れ、打線は3発5安打と振るわなかった。第5戦も同球場で開催され、第6、7戦は横浜スタジアムで行われる。